こんにちは。グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今回の画題は夏の終わりから秋の始まりを告げるこの植物です。キバナコスモスです。黄色い花がね、風に揺れてね、すごくね清々しいっていうかな、もう秋の訪れを感じさせますよね。このコスモスはですね、普通のコスモスの黄色い花のバージョンっていうわけではなくて、コスモスとはね別種だそうですね。一方ねコスモスの黄色い品種もあるそうですのでね、ややこしいですよね。はい、キバナコスモスね、八重咲きもあるんですけども、今回シンプルなね、一重の花弁が8枚のですね、描いていきたいと思います。材料のご紹介です。筆は中筆1本、小筆1本、面相筆1本。紙は、梅という画線紙を使いました。サイズは F5 サイズで幅 27センチ、縦 35センチです。絵の具は花に使う黄色です。ホルベインの W037 パーマネントイエローディープ。それ以外の材料のご説明は割愛させていただきます。お時間のある時に20番の動画をご覧ください。描き始めにね中墨作っておきます。小皿に筆で水入れて、濃墨もちょっと入れて、お皿で薄めておきますね。はい、絵の具もお皿の縁の方にねちょっとだけ米粒大出しておきます。はい、まずね小筆で、茎いきます。はい、よく洗って半分に濃墨です。はい、そしてまず下の方はちょっと濃いめの茎を描きましょう。上に行くほどね薄くしたいと思います。はい、やはり先端にちょっと濃墨つけて、今度水の面を下にして描くと薄い茎になります。はい、濃墨つけてるんですけども、濃墨の面をね上にして水が下の紙に触るように描くと淡い線になります。ですからねこの細筆といえどもね、このいろいろ考えなきゃいけないですよね。どっちの面を下にするかによって濃さは変わります。もう一株描いておきましょう。下の方やはり濃いめにしといて、上の方は薄め。薄めといってもね濃墨やっぱりちょっとつけるんですよね。そうするとこの細い線の中に、微妙な濃淡が出ます。はい、かなりね細かく分岐してますのでね、上の方に花がいっぱいつくようにしておきます。はい、中筆で黄色い絵の具といて花描きますね。中筆によく染み込ませておいて、先端の方にちょっとこの絵の具の原液っていうのかな、ドロッとしたらちょんとつけます。で花描きましょう。はい、中央から外側に向かって描くと描きやすいと思います。これはね横から見た感じでお椀のようにね少し上に沿っている花弁です。もう一つ描いてみましょう。まあこの絵自体がね、花を真上からね覗いてるわけではないので、横から見てますので花がどうしてもね扁平な形になります。真ん中これはねしべですね。はい、同じ黄色でねちょっと分かりづらいんですが、中央のまん丸いのがしべで両周りが花弁。はい、この花弁を2345677もう1枚足して8枚ですね。まあ、あんまりねこの8枚ってっていうのにこだわらなくてもいいと思うんですけど、8枚あるなっていうね気持ちで描ければいいかと思います。まあずいぶん前ねコスモスの絵描いたんですが、まあ、その時も申し上げたようにね花びらがみんな同じ方向にね同じ形で並ぶんではなくて、やはり風で少しね、揺さぶられていろんな向きに向いてる。ですから、いろんな太さに見えますし、長短もねいろいろなバラエティに富んだ形にね、見えますので、単調にならないように描いてください。はい、面相筆に中墨つけてしべ、黒いね、アクセント入れておきます。細くて短いね線の集まり、点ではないんですね。縦線、短いひげのようなね細い、そして短い、縦線をまあ生やしておくっていう感じですね。まあ、これ入れてね、まあ画前キバナコスモスっぽい感じになりますね。あ、中央部はあれ花弁じゃなかったんだっていうのがね分かりますからね。はい、次に面相筆でつぼみを描いておきます。はい、まずこれ萼っていうのかな、苞っていうんですかね、下の方にこのとんがった葉っぱが緑のが出てますんで、これを先に描いておきます。これを先に描いておくと上から重ね塗りしてもにじまないんですね。はい、水でよく洗った筆の先端に、ちょっとだけ濃墨つけておきます。ほんのちょっとつけて、そしてぐっと押さえつけるようにして丸っこい玉のね、つぼみを作ります。あまり引きずらないでぐっと押さえるだけ。そうすると先端の方だけ黒っぽくなって、根元の方が少し淡くなります。はい、もうちょっとね足しておきましょう。まず苞を描いて、そしてぐっと塊ですね。はい、葉っぱいきましょう。この小筆そのままで水で洗って中木だけで描いてみましょう。上の方ね。ちなみにね、上の方の四角い水入れ、真っ黒ですけども、あれ水洗いすぎてあれ黒くなってますけど、基本水です。右上のね、四角いところは。ですからあそこに突っ込んでも筆はきれいに洗えてるはずです。キバナコスモスの葉っぱね、細かく分岐してます。枝分かれした葉っぱで、上の方、茎の上の方に行くと小さいですね。で、生えてる場所はこの分岐しているところです。花が分岐している根元を包むように葉が出ます。時々筆の先端に濃いね濃墨つけると、こうやって時々濃いね葉っぱになります。あんまり淡い葉っぱばっかりとね、ちょっと寝ぼけたような絵になっちゃいますんで、こういう濃いのも入れておきたいですね。はい、下に行くほど葉は大きいです。そして程よくかすれてね、水墨画の味わいが出るようにしてください。墨を足す時には先端にちょい濃墨足すだけ。そうするとだんだん濃くなっていきます。少し乱暴な感じでね、下は描いてます。ちょっと下の方映ってませんけどね、葉っぱを大きく描いて、で上の分岐の方ほど控えめの葉っぱにしていきます。もう本当にね、ちっちゃいのがちょこちょこっと出てる、そういう感じですね。まあ大体ね、花、茎、葉っぱ描いて、でバランス見ながらねまた花を加えていきますし、まあ、適宜ね枝分かれも増やしていきます。まあ、充実していくわけですね。コスモスもキバナコスモスも基本花がたくさんあって吉ですので、あまり少ないね寂しい絵にしないでたくさん描いた方がいいと思います。まあ、ですがね、ちゃんと花一つ一つに丁寧に枝分かれさせた茎をつなげてやって、その枝分かれのところには丁寧に葉を描くと。でつぼみもねちょっと多めにしておいた方がね、画面全体が若々しくなっていいと思います。花はね、ところどころ隣接させてくっつけて描いてください。全ての花が一定間隔のディスタンスを保って、存在するのではなくてね、こうやって今みたいにこう右と左くっついて、こういうのがあるとねリアルな絵になりますね。だいぶ画面が充実してきましたんでね、あとはつぼみ、花、咲きかけのね花なんかを加えてやって、終わりに持っていきたいと思います。落款してキバナコスモスの完成です。ワンポイントアドバイスです。花の形が単調にならないように花弁の長さ、幅、向きに変化をつけましょう。キバナコスモスのね水墨が出来上がりました。色はね、ついてますが、ちょっと墨の話をね、させていただきたいんですけども、私は必ずねこの墨の中に3つの要素をね、まあ入れるようにしてます。一つはですねかすれですね。もう一つは濃い濃墨の部分、そしてもう一つがにじみです。この絵でいうとね、この辺がね、かすれですね。そしてここちょっと濃いですね。これ濃墨。やっぱり濃いのをねバンと入れてパンチのある絵にしたいんです。まあにじみはねこの紙の性質って言ってしまうとちょっとね言い訳がましいですけどあまり出てないですね。まああえて言うとこういうところ薄墨がね、まあ、薄い墨ほどにじみやすいのでそういうところに出してますね。まあこういうのを入れると水墨画だな、どんなに色がついてても水墨画の良さっていうのが出ると思います。是非皆さんね参考になさってください。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方はいいねのクリックをお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。